はい、アポロです。こんにちは、今日はですね、ブログだけでなく YouTube もやれ、かっこポッドキャストもというですね、話をしていきます。インターネットで情報発信している人ですね、ブログをね、書いている人も多いと思うんですけど、もうちょっとね、ブログだけでは今後はさらにちょっと厳しくなっていくかなと思うので、YouTube とかね、ポッドキャストとか、そういうものも始めた方がいいですよっていう話なんですけど、ブログやってる人って本当に多いじゃないですか。もう今本当趣味みたいな感じで、やってる人の方が多いんじゃないかっていうぐらいね、小学生でもやってるし、結構ご年配の方でもやってるみたいな感じで、もうすごく一般的なものですよね。人数にしてみれば多分 YouTube の方が圧倒的に少ないと思うんですよ。で、YouTube って、なんていうか、心理的ハードルが高いというか、やっぱり自分の顔出ししたくないとかね、そういうことがあると思うんですよ。作業量からすると、人によってはブログの方が大変という場合もあるんですよね。やっぱ文字をタイピングして、記事を書いたりするんで、1時間とかね、2時間とかかかったりするんで、YouTube とかだと、僕みたいに編集しない場合だと、本当に10分とかでできるんで、すごく楽なんですよね。なので、YouTube の方やった方がいいんですけど、なんでかっていう話なんですよね。で、やっぱりですね、今後稼いでいきたいのであれば、これが大事なんですよね、信用。やっぱりビジネスって信用が第一じゃないですか。いかに信頼してもらうか、信用してもらうかってことがすごく重要で、やっぱりね、これすごくいい商品ですよってお勧めしても、その売ってる人が誰なのか分かんないとか、全く信用できない人だったら、買おうと思わないと思うんですよね。買おうと思わないじゃないですか。だから、やっぱり信用してもらう必要があるわけですけど、ブログとかって、やっぱり顔出しもしてないし、文字だけだし、その相手がね、どういう人か分かんないじゃないですか。極端な話ね、なんかそういう人間じゃないかもしれないわけじゃないですか。ただ文章が売ってるだけだから、やりようによってはね、人じゃない場合もあるわけですよ。だから誰か分かんない、素性が分かんないですよね。で、僕が YouTube で顔出ししてるのもそういう意味もあるんですけど、やっぱり顔出しすることによって信用をすごく、得られるというか、親近感ですね、親近感とかも感じてもらえると思うんですよ。実際そのね、YouTube とかやってる人ってファンが多いというか、もう顔出ししていろいろ喋って、いつも見ているうちにね、その人に対してすごく親近感を持ったりすることってあるじゃないですか。そうすると、この人好きっていう状態ができるわけですよね。で、マーケティングっていうのは商品、セールスをしやすくするためのものなので、セールスをしやすくしようと思うんであれば、やっぱり相手に好きになってもらう必要があるわけですよ。相手が、この人好きだっていうふうになったら、もう〇〇さんだからっていうだけで買ってもらったりできるわけですね。だから、そういう状態を作るためにも、YouTube とか、ポッドキャストもそうですけど、どんどんね、自分の素性を明かして発信していく方がいいわけですよ。見た目とか話し方とかね、そういうものを見て、この人好きとか、この人嫌いとかってなるじゃないですか。で、好きになってくれる人はすごく好きになってくれるし、そういう状態は簡単に作れるんですよね。でも、ブログで文章だけでそれを作ろうと思ったらすごく大変なんですよ。YouTuber の人とかでも、自分のね、オリジナルグッズとか売ってる人いるじゃないですか。で、それって、なんでしょうね、生活に必要かって言われたら多分必要じゃないと思うんですよ。でも買う人がいるっていうのはやっぱ欲しいっていうね、状態ができてるからなんですけど、それは、〇〇さんが好きだからっていう状態ができてるから、欲しいと思って買うわけですよね。だから僕たちも、何か商品を売るときに、例えば、なんでしょうね、セールスレターを書いたりとかすると思うんですけど、もうはっきり言ってそのセールスレター云々の前に勝負が決まっていることがあるわけですね。もう誰々の商品だから買うとかっていう状態ができてたら、もうその人はセールスレターなんかいちいち読まなくても買ってくれるんですよ。だからその状態をいかに作るかってことが大事で、そのためにYouTube がね、必要になってくるわけですよ。で、あと認知の広げ方ですよね。これもすごく大事で、例えば、インターネットっていうね、大きな括りがあったときに、
こうあるじゃないですか。いろんなまあ居場所があるわけですよ。例えばブログとかね、SNS とか YouTube とかあるじゃないですか。で、ブログで発信をしてると、ここのブログを読む人にしか情報が届かないわけですよ。だからブログを読んでくれる人にしか自分の認知が届かないから、他の人も知ってもらうことができないわけですよね。で、YouTube で発信すれば、YouTube もね、まあ、いる人たちも見てもらえるし、SNS もし、もちろんこれ被ってる部分もあるんで、すべてをね、見てくれる人もいるんですけど、それぞれユーザーって居場所とかそういうものが違うので、ブログだけで発信してると、ブログを普段読むような人しか知ってもらえないわけですよ。だから認知が全然広がらないんですね。でも YouTube で発信すると、ブログを普段読まないけど YouTube を見てるみたいな人に、まあ、情報が届くわけですよ。要するに認知が広がるわけですね。やっぱりこう、いかに自分のことを知ってもらうか。こんだけね、インターネットですごくたくさんの人が情報発信してる中で、自分を知ってもらうためにはどんどん前に出ていって目立つ必要があるわけですよ。だからこういうね、狭いとこだけで発信しててもなかなか自分のことを知ってもらうことはできないと。だから YouTube もね、やった方がいいんですけど、ということですね。で、まあ、あとは何て言うんですか、YouTube でね、発信することによって、まあ、こういうここにいる人たちにリーチできるっていうのもあるんですけど、まあ、メラビアンの法則っていうのがあって、まあ、その視覚情報ですねっていうのは、言語情報よりも相手に与える影響が大きいと。要するに喋ったり、してる、その文章だけよりもその見た目とかが出てる方がいいし、喋って声が出てる方が相手に対するインパクトが大きいってことなんですよ。やっぱ顔出しすると顔出ししないよね、その人に対する親近感とか信用度って違うじゃないですか。その辺もあるし、やっぱりですね、その方が有利なわけですね。でも私ね、こうブログ書いててもそう精一杯でできませんとかっていう人も多いと思うんですよ。YouTube とか、もうポッドキャストもそうですけど、そういう人はね、もう余力でやるんですよね。だから、こう、なんていうんですかね、もう YouTube に例えば全力で取り組もうとしてやったら、やっぱりもう時間も足りないし、パワーも足りないじゃないですか。だから YouTube は余力でやるんですよ。僕もまあ余力に近い感じでやってるんですけど、例えばこれをがっちりね、撮影して編集してサムネイルとかも作ってってやったら、多分時間が全然足りないんですよ。だけど単純に僕はもう空き時間にこう10分ぐらいで撮影して、それを単純にパソコンからアップロードしてるだけなんで、全然余力でできるわけですね。で、最初の頃っていうのはどうせほとんどの人が見てないんで、そんな一本一本こう手かけてやってても、大して視聴回数も上がらないし、それよりも、まあ、コツコツと、なんていうんですか、続けていくことの方が、チャンネルを育てることの方が僕は大事だと思うんで、やっぱり最初からね、手かけすぎて、もう継続できなくて、ね、2、3本で挫折してしまうぐらいだったら、もう余力でやって、とにかく、まあ、たくさんね、続けていくってことが大事だと思うんで、ブログにまあ80%ぐらいの力を使って、で、こっちに20%の力みたいな。余ったね、時間とか10分とかでいいから、ちょっと撮影してもアップロードするだけみたいな感じでいいと思うんですよね。そうすれば、こういろいろこう取り組むことができると思うんで、っていうのはですね、例えばこうブログでこう情報発信するじゃないですか。で、ブログである程度うまくいったと。で、そっから YouTube 始めたらまたゼロからスタートなんですね。でも、ブログをやりながら片手間で YouTube やってたら、ブログがある程度もう育ってきたと。もう十分育ってきたから YouTube やろうという時に、ゼロスタートじゃないんですよね。まあ、ある程度育った段階、もう余力とはいえ、それなりの本数の動画をまあ投稿して、それなりのチャンネル登録者数がいる状態からスタートできるから、ゼロスタートじゃないんですよね。1個しかやってないと、これがある程度もう片付いた段階で、次がまたゼロスタートになっちゃう。そうするとやっぱこうかなりのビハインドがね、他の人に対して出てきてしまうんで、僕はだからポッドキャストも YouTube もまあやってるんですけど、それはやっぱりこう、そういうこともあるわけですよ。並行してやることによって、何か1個がね、もうこれ結構十分かなと思った時に、次がゼロスタートにならないから、まあやってるわけですね。なので、こうまあ、マーケティングをしやすくする、まあ、セールスをしやすくするために相手に好きになってもらう必要があると。好きになってもらうためにやっぱこう自分の見た目をさらすのがいいし、見た目をさらすことによってインターネット上の一番のですね、問題点っていうのはこの信用なんですね。
どこの誰か分かんないっていう信用がないっていうのがインターネットで物を売る上で一番の大きな障壁になるんで、それをクリアするためにもやっぱりどんどん自分がね顔出ししていって、ね、常にこういうふうに、まあ、顔出しするってことはある程度ね信頼してもらえるわけじゃないですか。そんだけ、まあ、やましいことしてないですよって、まあ、もちろんしてる人もいますけど、あのことなんで、まあ文章だけでやるよりもね圧倒的にこう信用を得られるので、YouTube とかね、そういうことは絶対やっていった方がいいと思うので、これからはですね、ブログだけじゃなくて、YouTube もね、やっていくのがいいかなと思います。では今日は以上です。最後まで聞いていただきありがとうございます。